はいどうも、森さんです。結構髪伸びたよね。相変わらずちょっと重さはないけど、ほぼ前が見えない状態です。で、今回は前動画でやったワンピースのあのシャンクスにね、なるやつ。これね、ヘアカラースプレイワンデイクレイジー。これをね、また使って、まあ、ちょっとアニメのキャラっぽい感じにしたいなと。で、そこで、まあ、何やろうかなと、いろいろね、調べてみたんですよ。スラムダンクの桜木とか、同じバスケつながりで言ったら、黒子のバスケの明石聖十郎とかね、まあ、インデックスのステイルとか、暗殺教室の赤羽くんとか、まあ、ブリーチのアバライとかね、まあ、いろいろいるんですけど、極端に髪が短かったり、逆にね、極端に髪が長すぎたり、まあ、今のこの状態の髪だとできないようなキャラクターが多かったんですよね。まあ、あとは、そうだな、ルロケンの剣心とかね、あそこまで行くと結構非現実的な、もうだってこんなとこまであるんで、髪が。あれはちょっとね、ウィッグとかじゃないと難しそうだなと。まあ、そこで、まあ、ある程度長さが今の状態と近くて、で、かつ、割と現実的な。あ、まあ、その髪型だったら実際にいてもありかもしれないみたいな。で、かつ赤髪の人、もしくは赤系統の茶色とかね。そういうので、いないかなと。探した結果、僕の好きな漫画のベスト1か2に入る。この男の子だったら、まあ、見たことある人めっちゃ多いと思うんですよ。てか、まあ、読んだことない人はね、ぜひ読んでほしいんですけど、バキっていうね、漫画があるんですよ。結構格闘技系の漫画。シリーズもね、結構長くていろいろあるんですけど、まあ、最近だとアニメ化とかもされて、作者のね、板垣圭介さんっていう方が、芸能人の人をバキ化するっていう。よくなんかね、画像加工でマット化するみたいな、あったじゃないですか。あれみたいな感じで、いろんなね、こう、お笑い芸人だったり、まあ、タレントだったり、その著名人の方をバキ風に描くっていうね。なんかそういうのもやってたんでね、意外とこう、知ってる人も多いんじゃないかなと。あと、ね、アメトークでもね、バキ大好き芸人みたいなの、あったんで、まあ、結構やっぱりね、男の子は好きなんですよ。で、そのね、漫画の主人公のハンマバキ。まあ、単行本の表紙とかカラーページとかによってね、若干こう髪の色が違ったりするんですけど、基本的にはね、赤寄りの、まあ、茶色というか、真っ赤ではないんですけど、まあ、赤茶で、まあ、ちょっと今っぽいというか、まあ、髪型がね、まあ、若干ウルフ要素があって、で、かつ無造作でふわっとした感じ。まあ、僕はね、襟足がないんでそこは再現できないんですけど、長さ的には結構今あるんで、まあ、ふわっとした質感、バキの癖毛をね、こうちょっと再現して、で、上からこの、ワンデイクレイジーの赤を軽く吹きかければ、まあ、それっぽくなるんじゃないかということで、今回は、ハンマバキの髪型を作ってみる。これでいきたいと思います。じゃあまずはちょっと軽くね、乾かします。じゃあ今回はですね、この19ミリのコテを温度はね、160度でやっていきたいと思います。ちなみにこれはワンダムのコテです。今回は髪型の解説動画とかってわけではないので、まあ、ゆるくね、やっていこうかなと。僕ね、小学1年生から高校2年生まで空手道場に通ってたんですよね。だから結構こう格闘系の漫画とか、こう喧嘩系の漫画みたいなのがすごく好きでよくね読んでるんですよ。なんかバキとかあのクローズとか見た後ってちょっと自分が強くなった気分になるでしょ。なんか今ならいけんじゃねえかみたいな。で外歩いてあのちょっとヤバそうな人たちを見ると、あの何も見なかったかのようにスッとこう横をね、こうスッと静かに歩いていくっていうね。あの異性はどこ行ったんだろうみたいな。まあ男の子だったらね、そういう経験多分あると思うんですよ。バキはね、現実的な技だったり、すごく実用的な体術とかっていうわけじゃないんですけど、まあ実際にある格闘術だったり技とかっていうのもあったりして、でもやっぱりね、漫画だからこそそういうのがあって面白いなっていうのはすごくありますよね。やっぱね、漫画とかアニメなんで、主人公はね、やっぱ強い方が見てて気持ちがいいですよね。アニメだとね、僕はアニメそんなに見てないんですけど、最強死刑囚編と中国に行って武闘大会やるやつ、その日本の強い人たちと中国の強い人たち、海王って言われる人たちがこう戦って、なんかどっちが強いか決めようじゃねえかみたいな、なんかそういうまあ武術大会みたいなのが開かれるんですけど、そこがアニメ化されてると、まあ、人気のあるところなんでね。そこはネットフリックスとかでね配信をしてたんですけど、で声優さんもすごい豪華なんでね、あのアニメ版もぜひ、まあ、しっかりとねちゃんと見てみたいなと思ってるんですけども、まあ、基本的にはね、あのバキっていうのはこう強さはをとりあえず求めて、その男と男がバトルをする、まあ、時にはねこう武器を使ったりもあるんですけど、基本的には己の体と体のぶつかり合いで、もうなんかね握力が強すぎて腕のね
ここをねこうギュッと握って血管をね止めて、ここでパーンって破裂させたりね、悪劇っていう技があるんですよ。であとねこう指をねこう喉のねここの動脈に引っ掛けてプチンって切ってね、まあ相手を倒す、なんかこう紐切りみたいなのがあったりとか、まあ、基本的にはねその主人公のバキっていう男の子と、あとねそのお父さんがね地上最強の生物って呼ばれてるんですよ。そういう2つ名があって、ハンマユージロっていうね名前なんですけど、もうねハンマユージロって男はねとにかくもう規格外なんですよ。もう強すぎて、はっきり言ってね人間じゃない。もう背中の筋肉とかもめちゃめちゃすごくて、こうねグッて力入れると背中のね筋肉がこうギュッてやってね、鬼の顔みたいな感じになるんですよ。でもあんまりにも強すぎてね、そのハンマユージロ個人とアメリカだったかな、うん、がこの一国が個人で平和条約を結ぶんですよ。それぐらい戦闘能力が高い。雷が落ちるんですけど、それはねあの裕次郎はね飛来神みたいな感じになってね行くんです、裕次郎の方に。でそのそっちに行った理由が、あのその中でねもう一番とんがってたから、いやもうそういう問題じゃないでしょうとかね。もう世界観がすごいでしょ、もう豪快というかね、なんか気持ちがいいよね。さあこんな感じでねアイロンをまあ内と外ぐちゃぐちゃに入れて、前髪はね真ん中でちょっと分かれるように右と左で入れて、ね、少しクワガタみたいな感じになるようにしました。でこう耳の上をね跳ねさして、あとは内と外まあ繰り返すぐらいな感じで交互に入れてて、襟足はちょっとねバキほど長くないんで、今回は、まあ、ここはちょっと割愛と、まあ、刈り上げマッシュだったんでね、まだアイロンを通すほどの長さは伸びてなくて、まあ、ここ伸びたらねまたそれはそれでやろうかなとは思います。じゃあここでね今回軽くワックスをつけて散らしとこうかなと。じゃ今回はねこのワックスオーバードライブ、これを使って、まあ、散らそうかなと。まあ、少量を使ってね、ふんわり感だったり、無造作感っていうのを最大限に活かせるように、オーバードライブでやっていきたいと思います。まあ、中間毛先に伸ばして、あとはもう全体にね、結構髪長くなってきたな、マジで。もうこう見ると長いし、量もかなり多くなってきたな。髪はね、この前ちょっとメンテナンスをしてもらったんですけど、まあ、ほとんど切ってないですね。軽くセニング入れたぐらいで、ちょっとね、今回こそは、伸ばそうかなということで、まあ、我慢しております。よし、じゃあ全体にねなじましたんで、あとは振り下ろしてと形をね整えましょう。メインはね赤のスプレーなんで、髪型の方はサクッと書き下ろしたら、ちょっとこういう櫛の絵とかで絡みをほぐして、あとはつまんだりボリュームいらないとこ潰したりして微調整をしていきましょう。この辺はまあいつもの、まあ、シルエットの整え方ですな。なんとなくそれっぽくなってきたんじゃないですか。うわこれ襟足あったらいいね。襟足があったらいい感じだな。もっと、まあ、ちょっと大きめに作ったけど、これも漫画っぽくていいんじゃないかなと。よし、いいね。じゃあここでねヘアカラースプレーワンデイクレイジーブラッティレッド吹きかけていきたいと思います。よく振って、でこの前の感じだったね、こうかけすぎると結構赤くなるじゃないですか。で今回はもうかなり離してちょっとずつふわっと吹きかけるみたいな、そんなイメージでいきたいと思います。よーし、いくぞ。うわこれ顔周りちょっとむずくね。ちょっとめくってね内側にも入れとこうかな。であんまりいくとね結構赤くなっちゃうから、これは調整がむずいな。でもまあ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 いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと前髪はこれ目についちゃうからね、髪を敷いてやろうか。よし、どう、こんなもんで鏡越しだとね結構いい具合。カメラだとどうかな。うわカメラ越しだとあれだね、結構こう赤いとこと黒いとこがパキッと分かれちゃうんだね。まあまあスプレーでねやるんで、どうしてもやっぱ表面にねついちゃうんで、まあまあこんなもんでしょうということで完成でございます。はい、近づいてみるとこんな感じになっております。思ったより赤く映るね、カメラだとね。これソファーの色より多分濃く映ってると思うんですけど、実際にはソファーの色と同じぐらい、結構薄めなんですよね。割とパキッと色が分かれちゃうのが少し残念かなと。個人的にはね結構うまくいったんじゃないかなと思うんですけど、じゃあここいらでねバキ道の一巻の表紙をちょっと再現してみましょうかね。
はい、というわけでですね、今回はバキシリーズの主人公ハンマバキの髪型の再現をねしてみるということで、いかがだったでしょうか。まあ、髪の長さとか、まあ、元々の髪質、まあ、その辺がちょっと違うところがあるので、まあ、完全再現ではないんですけど、まあ、このスプレー使ってね、まあ、キャラクター2つ目、作れたということで、まあ、なかなかねコスプレ気分で、楽しめたのですごく良かったなと。これ前の動画でもね紹介はしたんですけど、一応ドンキホーテで、まあ、800円ぐらいで、あとアマゾンでもね、まあ、900円ちょっとぐらいで売ってるので、まあ、気になった方とか、まあ、コスプレに使いたいとか、まあ、1日だけちょっと染めてみたいななんて人は使ってみてはいかがでしょうか。一応ね概要欄にあの Amazon のリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。ちなみにねあのシャンプーで、落ちるって書いてあるんですけど、まあ、よく洗わないとねあのちょっと赤いのが残ったりするので気をつけてください。はい、ではですね、今回の動画がいいなと思ったら高評価とねチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この髪のまま過ごしても私は一向に構わん。まあ、これバキのセリフじゃなくてレッツカイオーっていうねキャラのセリフなんですけどね。僕の好きなキャラクターです。